はいどうもこんにちは森本です、まあ、今日はちょっとした修理なんですけれどもこちらスバルのサンバーですね、えー、車体が赤いのでポンプ車です、まあ、その辺はどうでもいいんですけれども、えー、これが加速不良ということでちょっと原因を探っています。でこのスバルのサンバー加速不良っていうのは結構定番の故障なんですね、まあ。症状としてはアクセル踏み込んでもなんかパワーがないなとか。 アイドリングもボソ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 しているなとか何か調子悪いなというのがありますでそれの原因としてはこれですねもうちょっと答え出てるとは思うんですけれどもプラグコードですこちらですねはいこのプラグコードこれが原因ということがよくありますあのこのプラグコードの、まあ、絶縁が悪いのかな、まあ、コード自体が劣化してここから電気が漏れ,漏れるんですね そのためにあのスパークプラグの方に適正な電圧がかからなくて火花が思うように飛ばない。なんで火花が逃げてしまうという感じですね。なんであのでパワーダウン、加速不良に陥るというのがあります。なので、まあ、このプラグコード結構よく交換する部品ではあります。僕もサンバを何回も交換したことがあります。なのでサンバ乗っている方でなんかエンジンのパワーがないなとか。 なんかちょっと息継ぎするなというのがありましたらこのプラグコードまあ絶対これが原因とは限りませんけれどもこのプラグコードよくあるので原因を疑ってみてくださいで今回ですねまあ、このプラグコードもちょっとね劣化していると思うので交換するんですけれどもこのねスパークプラグの方多分ねこっちが本命だと思うんですよなんでかっていうとちょっとねこの3番 これ外した順番に1、2、3、4番なんですけれども、この3番のスパークプラグをよく見ると、はい、ちょっと見えにくいんですけれども、ここですね、ここに縦に亀裂が入ってるんですよ、ピシッと。で、ちょっとね、黒い、なんか焦げたような跡があります。あの、これ、スパークプラグから、多分ね、これ、電気が漏れてると思うんですよ。この外周の部分が割れてしまって、ここから漏電しているというのがありました。これあの僕 これで2代目かな ?2 代目なんですけれども、なんかね、こういったこともあるんですね。これ、皆さんどうでしょうかねあの、こういったことあったよという方いましたら、えー、教えてほしいんですけれども、これは一体なんでこんなことが起きているのかプラグになんかダメージを与えたような、まあそんなこともしてないんですけれども、なぜかこかピシッと割れてしまう。もしかしたらそのプラグコードの 劣化とかかも影響しているのかなちょっとこの辺がよく分かんないんですけれどもなんかねこのスパークプラグ自体もこうやって傷んでしまうというのがありますんでやっぱりこのプラグコード交換する際はこのスパークプラグもセットで交換した方がいいんじゃないかなということですね今までよく僕はプラグコードのみの交換で済ませていたんですけれどもたまにこういったスパークプラグにもダメージが来ているというのがありましたんで やっぱりもうセットで交換した方がやっぱがいいのかなというふうな結論に至りました。はい、なんで、あのー、サンバーで乗っている方でなんか調子悪いんだという方はプラグコードもそうですけれども、もうスパークプラグも、まあ、この際交換してもいいんじゃないかなというのがありますので、まあ、これなんか情報,共有です、ね、情報共有という形で今回紹介させていただきました。さあというわけで、今回の修理の対処としては、 えー、スパークプラグの交換とプラグケーブルこれの交換ですね、えー、どちらも NGK で揃えておきました、まあ、これ揃えなきゃいけないっていうルールはないんですけれども、えー、なんか揃えたかったんで揃えてこれで交換をして対処していきます、えー、ちょっと新品に交換する前にちょっと順番がおかしいんですけれどもまずはその調子が悪い状態を見ていただこうと思います、まあ、ちょっとね動画だと すごく分かりにくいかもしれませんが、まあ、エンジン音とかに注目していただければいいかなと思いますはいというわけで 動画ではめちゃめちゃ伝わりにくいと思うんですけれども、あのアクセルをぐっと踏み込んだときにボソボソボソとする感じですね。なんか引っかかるなという感じがします。まあこれがそのローしているために起こる不具合ですね。じゃあ新品のスパークプラグとコード、プラグコードに交換していきます。まあ、交換作業も省略しますね。はいというわけで部品の交換作業完了しました。じゃあもう一度エンジンかけて。 調子を見ていきますはいというわけでこれも分かりにくいかもしれませんけれども明らかに吹き上がりが良くなってますもう全然違いますねなんでこの漏電していたせいで加速が 悪くなっていたということですね。はいというわけで今回は3番の加速不良についてお話ししたんですけれども、やっぱりあのスパークプラグに亀裂が入った原因ですね。いまいちわかりません。プラグコードが劣化したためなのか、うんなんか他に原因があるのかこのあたりですね。あのぜひ知っている方がいたら教えていただきたいです。 僕に原因があるのか何か他に原因があるのかちょうどですねこの辺りを教えていただければなと思いますはいというわけで今回の動画以上となります最後までご視聴ありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうさよなら